セシーエスファーストエス第3戦 DeNA2-3 阪神10日横浜スタジアム DeNA がさよならの好機を逸しファーストエス敗退が決まった。1点を追う9回先頭の牧がサゼンダを放って出塁。宮崎は三振に倒れたものの外は低めのボール球をしっかりと見極めて四球を選び一四一二塁と好機を拡大した。ここでベンチの三浦監督が一気に動き、二塁走者に上里、一塁走者に森と代走を立て続けに送り、打席には代打オースティン。助っ人が中前打を放つも、上里がライナーバックで逆をつかれ、生還できなかった。それでも一死満塁。指揮官は代打にベテラン、藤田を送ったが、まさかの二ゴロ併殺打となりゲームセット。藤田は頭から一塁へ飛び込んだがアウトとなり、起き上がることができず、そのまま一塁ベース付近に突っ伏した。ベンチでは呆然の様子が映り、涙を流す選手もいた。三浦監督は試合終了直後、選手たちはよく頑張りました。本当に最後までみんな諦めずに戦ったと思います、と語った。